すせリナックスエンタープライズデスクトップすせリナックスエンタープライズデスクトップはすせにより供給される Linux ディストリビューションでビジネスマーケットをターゲットにしている以前はノーベル i n u x d デスクトップという名で導入されていたスレッドはデスクトップ用途をターゲットとしている新しいメジャーバージョンは24から36ヶ月の間隔でリリースされマイナーバージョン サービスパックと呼ばれるは休から12ヶ月の間隔でリリースされる。スセリナックスエンタープライズデスクトップなどのスセリナックスエンタープライズ製品はオペンスセコミュニティ製品よりも強力なテストを受けている。このテストは含まれるコンポーネントのうち成熟した安定版のみがテストをパスしてリリースされる企業製品となることを意図たものである。スレッドの現在のバージョンは十二であり、 n u リナックスエンタープライズサーバーや他の l i リナックスエンタープライズ製品と同じコードベースから開発されている。スレッドにはいくつかのアドビアクロバットやリールプレイヤーなどのプロプライエタリソフトウェアと同様にエボリューション2.6やその他有名なオープンソースパッケージが多く含まれる。ノーベルリナックスデスクトップ9用にリリースされたサービスパックは数多く存在した。 sp1 は2005年2月11日にリリースされ、アップデートが多く含まれていた。その後 sp2 が2005年8月9日にリリースされ、2004年8月以降にリリースされたアップデートとバグフィックスがすべて含まれていた。sp3 は2005年12月22日にリリースされた。デスクトップリナックスは支持者にとって重要なコミュニティは成長していったが、 一般的にはビジネス界に採用されなかった。通常、ほとんどのディストリビューションベンダーは Linux のサーバサーサドに専念しており、サーバーサイドでは Linux プラットフォームが急速に採用されるようになっていた。デスクトップ Linux は技術的ワークステーション、主にカナダドル、エダ、およびソフトウェア工学や末置き機能、システム、データエントリーワークステーションやキオスクなど、 に注力され続けていたスレッド10でノベルはベーシックオフィスワーカーのニーズを満たすことに注力し、スレッドをマイクロソフト windows の競争相手と位置づけることで、より幅広い範囲の法人ユーザー用の機能への賞を増やしていった。本文脈ではベーシックオフィスワーカーをオフィススイート、コラボレーションクライアント、ウェブブラウザ、およびインスタントメッセージなどの 基本的なデスクトップ機能を必要とするユーザーとして定義する。ノーベルはこれらのコンポーネントを Microsoft Office データファイル、アクティブディレクトリ及び Microsoft Exchange Server、またはノーベルグループワイズ、コラボレーションシステムといった既存のエンタープライズインフラとうまく共存できるよう注力することで基本的なデスクトップ機能のニーズに応えようとした。スレッド10は Mac OS 10 V10.4 のスポットライトに似たビーグルデスクトップ検索ツールも含んでいた。XGL とコンイズのサポートにより、エクスポスと類似したアプリケーションタイリングのようなな進化をしたグラフィック効果をユーザーインターフェースに与えることが可能となる。その他の特徴として、Linux 初心者がコンピュータへデジタルカメラを接続しやすいことや、ヘリックスバンシーを使って、 mp3 のようなオーディオファイルを再生しやすいことなどが挙げられる。スセリナックスエンタープライズデスクトップにおけるノベルの作業はリナックスデスクトップにいくつかの新しいオープンソース機能をもたらした。デスクトップ効果は XGL とコンイズ上にビルドされ、XPOS と類似したアプリケーションタイリングやデスクトップをインタラクティブに切り替える回転する。 立方体のような様々な進化したグラフィック効果をユーザーインターフェースに与えることを可能となった。スレッド12はビーグルプロジェクト上にビルドされたデスクトップ検索が含まれる。が引いたノベルの OpenOffice.org チームは Microsoft Excel ドキュメントのベバマクロへの充実したサポートとデータパイロットと呼ばれる新しい スプレッドシート機能の作成を管理した。スレッド12は、コンピュータへデジタルカメラや iPod を接続できるようにする機能が含まれており、接続が発生した場合に適切なアプリケーションを自動的に開始する。リアルネットワークスとのパートナーシップを通じて、ノベルはヘリックス版 C を使った合法的な MP3、エンコーディング、リッピングを提供する。ノベルは、 非常に洗練され、成熟し、そして完全に機能する、Linux デスクトップであるスセ u x e n t エンタープライズ、デスクトップを生み出したため、幅広く称賛された。サンフランシスコの Linux ワールドエキスポ2006で、スセリナックスエンタープライズデスクトップは、ベストオブショーとベストデスクトップソリューションの両方を受賞した。後に、インフォーワールドから2007年1月に、 テクノロジー・オブ・ザ・イヤー・アワードのベスト・リナックス・デスクトップを与えられた。スセ・リナックス・エンタープライズ・デスクトップ10における、ノベルの努力は、ジミアンの二人の創設者のうちの一人である、ナット・フリードマンによって引きられた。ナットは、製品マネージャーである、ギール・ナーディと、技術マネージャーであるケリー・フレームと共に、以前は、ジミアンやスセ開発者であった人々のホストにより、支援された。 ヒューレットパッカードは自社ブランドとコンパックブランドの両方でスレッド11をプリインストールしたノートブックを提供した。マイクロスターインターナショナルはスレッド10がプリインストールされたを提供した。サンマイクロシステムズは以前スレッドを Java デスクトップシステムの Linux バージョンの基盤として認可していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。